清流里山公園の方に来ております。岐阜県美濃加茂市です。順序が遅れましたけど、岐阜県美濃加茂市、10月の20日時刻は今、夕方18時6時頃です。昨日10月19日土曜日から11月の24日までの土日限定で、イルミネーションをやっております。ガチャない、ガチャねえぞクリアで。で、イルミネーションということで入園料が300円、まあ、秋から冬にかけて、日が落ちるのが早くて、暗くなる時間が多くなりますんで、これからイルミネーションたくさん増えると思います。こちらの方は私初めて来ました。まあ、毎年やってることは知ってるんですけど、なぜかちょっとご縁がなくて、画面で伝わらないのが残念ですけど、あの金木犀の匂いがすごくします。
ね、ああこれですね、園内の これは確か、入園料とは別に、200円かな、確か200円払って乗るという、ね、電飾の車に乗って、コース内を楽しむことができるというやつです。綺麗ですね。まあ、いつも通り臨場感を大事にしたいんで、そのまま取りっぱなしで、歩いておりますが、正直な感想を申し上げます。すごく綺麗ですが、範囲が広い範囲にちょっと密度が薄いです。これだけ、イルミネーションとイルミネーションの間隔が空いてしまうと、ちょっと見る方としても間延びしてしまうなという気がします。これがさっきから見えてる橋で、ね、バス優しい音でね、来ております。多分知らない方同士ですけど、乗ってる人と、見てる人がお互い手振り合ってます。で、こちらの方が橋ですか。まあ、まず渡る前にちょっとね、横の方から、少しは揺れますけど、思ったよりがっしりしてて、ね、安心という気はします。あっちの方、バスがぐるーっと走ってますね。
で、ここはあと思ったのが、あの順路表示があるといいですね。もしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっと私は見えなかったんで、こう例えば一宮の一サンパータワーのパークだと、こう入り口にいきなり丸に矢印でこっち行けっていうね、順路表示の矢印がありまして、非常に分かりやすいんですけど、こっちちょっとそれがないもんですから、本当にこの道でいいんかやっていう感じで、でちょうどぐるーっと回ってきた、バスとそれからは直線的に橋を渡ってきた私が一緒に来るぞということで、バス、あれ同じバスです、でこちらの方が、中に入れるんですかねはちょっとよくわからないですけど、誰も、いないんで中には入れないんですかね。ここに、ありますんで、入るなということですね。ここをこの中に入れなくするというのはいかがなものか、ちょっと残念な気がします。このライトが非常に眩しくてね、目に私ら、ね、ちょっと年寄りにはちょっと直撃して、不快感があります。こちらもこう綺麗ですね。あのちょうど、水池と反射して、いい感じになってます。
ちょっとした、逆さもみじのような感じ。まあでも、もう動画撮影し始めてから15分経ってますから、って感じで、意外と綺麗なんで、時間も短く感じてるということでしょうね。でこちら最初の、この、電飾バスの、発着点の方に来ております。まあ、里山バス乗り場ということで、これはあのこちら出口ね、最初こう、画面奥からこちらに来ましたけど、今反対側下っております。すごく綺麗ですね。で、画面に映ってますかね、飛行機。まあ民間機でしょう。
清流里山公園の、イルミネーションでした。